どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は椎茸占いの蜜と毒ということで、この本を、手に取って、喋りたいと思います。前に蜜と毒の部分だけは喋りましたけれども、他にも書いてあって、その部分は一切読んでないので、今回これを機に、一緒に読みたいと思います。今回はお羊座。はい。お羊座の方、待ってましたか？僕がそうなんです。お羊座。はい。で、よくこういう占いの本とか、手に取ると、とりあえず自分の星座だけ見るじゃないですか。はい。で、僕これ家にずっとあるんですけど、全然見てないっていうね。この YouTube に撮るまで見ねえみたいな、変な意地があるっていう。だから今回僕もこう読みますけど、初めての感覚です。うん。一緒に見ていきましょう。まずは、まあ、タイトルに悩みって書いてますけど、それ最後に、喋るとして、あなたはこんな人ですという項目があるんで、お羊座喋りたいと思います。お羊座って地味なのか派手なのかわからない人なのです。あなたはその時その時ですごくハマっていることがあります。うん。それは自分なりの美容の研究であったり、サッカー観戦であったり、様々なのですが、何かにハマっている時のあなたってすごく嬉しそうな顔をしているのです。ああ、そうかもしれない。わかりやすいって言われる。あなたの嬉しいという表情はその場の空気をすごく明るくします。ほう。そういう時のあなたの雰囲気ってすごく派手で、周りにいる多くの人たちの記憶の中であなたはあんな人になりたいなと思われるような輝く人になっているのです。ほう、そうなんだ。言い方が極端になってしまうのですが、お羊座はつまらないと感じてしまうことを長々とやっているのが一番向いていません。そういう時は嘘をついて、たまには仮病を使っても早く帰るべきです。いや、これめちゃくちゃ当たってるな。にゃもうつまらないと感じたらもう無理なんですよね。どう頑張っても無理。いや、もう頑張れないんですよ。すいません、読みます。つまらないことはここまで、私は今から気分転換すると宣言して少し散歩をしたり、あなたから可愛い、綺麗、やってみたいという言葉が飛び出す場所に参加してみること、義務だからやらなければいけないではなくて、好きだから続けている、好きといつも一緒にいるために可愛い、綺麗、やってみたいの感情と共にいてください。好きなものを好きと言い切ってしまう強さと爽やかさ、そして好きと言った以上、周りがどうあろうとそれを通そうとする頑固さ、それがあなたの魅力なのです。でも一人になりすぎることなく、ちゃんと久しぶり、元気だったとみんなに会いたい気持ちも強く持っています。いやー、めちゃくちゃ当たってるなー。だからこの YouTube がまさにそうですよ。うん。もう好きっていうか、やりたいって思ってるからやり続けてる。結果なんてどうでもよくて、まあ全く気にしないわけじゃないですよ。全くそのね、視聴回数とか、コメントとかね、うん、なん高評価とかさ、全く気にしないわけじゃないけども、その結果でどうしようとかまず思わない。だから方向性を変えようとか一切思わない。もともと自分がこうやりたいと思ったことをただやる。なぜなら好きだから。もうそうですよ。それしかないですもん。いや、だからそのつまらないね。いや、もうここだからつまらない人の話をずっと聞いてられないっていうか、うん、どうにかして面白い方向にこの会話のキャッチボールで導きたいっていう思考回路になっちゃう。うん、なんかいつまでもうんうんって聞いてるんじゃなくて、ずっと聞いてたらつまんないから、ちょっと別なボールを投げて、相手のこう投げ方をまた変えさせるっていうか、っていう風にしないと僕会話が続かないですよね。多分目閉じちゃいます、自然と。眠くなって、つまんなすぎてそのぐらい、そのつまらないものに対していい顔できる人ってすごいなって思いますね。さあ、すいません、続いて悩みという項目ありますんで、そこを喋りたいと思います。お羊座の人に目立つ悩みは、自信がなくなると停滞期が長引くということです。あなたが停滞するときって、そこには対人関係で傷ついた体験が絡みます。あなたはすごく純粋なのです。純粋ですよ。だから悪意も含まれるような人間関係のやり取りが苦手なところがあり、あれ、私一生懸命頑張ったのにこんなに薄い反応しかないわけと一度傷つくと、もうこの人や周りには期待しちゃいけないんだと孤高の道を歩もうとしてしまうところがあります。他人に対して期待しちゃいけないと強く思いすぎるのですめちゃくちゃ当たってる
もう当たってるっていうか、もう僕心の中で思ってますもん、絶対人に期待しないって決めつけちゃってる、もはや。そういう時は虚勢を張り続けるのではなくて、泣いてもいいよと自分に許可を出してあげてください。男の子でも泣いてみるとすっきりします。余計な感情を引きずらないで、その都度落としていってくれるから。その後は私を泣かせるなんて上等じゃない、パワーアップして帰ってきてギタギタにしてやるよと、ちょっと喧嘩腰でも大丈夫、あなたはジメジメよりも言うべきことは言うと、カラッとした喧嘩腰でいる方がうまくいくから。なるほど。うん、だからね、そうなんですよ、他人に対して期待しちゃいけない。なんか期待をするとある意味エゴの押し付けみたいな感じだから、何でもこうそう捉えるんですよね。嫌なことがあったり傷ついたことがあったら、期待しすぎた自分が悪いっていう風に思うようにしてるんですよ、相手のせいにしないで。ってなるとそもそも期待しないっていう、だからなんか自分にこう、うん、よろしくないことが起こったとしても、そもそも期待してないからそんなに傷つかないっていうのが僕の中では成立しちゃうんですよね。うん、そうなると結構僕的には現時点では楽、日常生活が、期待してないから誰にもそれはすごい、なんか今までのこう経験からそうなるようになりましたね。うん、そっか。どうすかね、お羊座の方、他の方々。まあ僕は4月9日なんで結構ドンピシャなんですよね、お羊座。どっちかといえばもろなんで、3月生まれの人とか若干魚座寄りだったり、後半の人は若干お牛座寄りだったり、まあ、するかと思うんで、ちょっとズレがあったりとかを思いますけども、パワーアップして帰ってギタギタにしてやるよと言うべきことは言う、これめっちゃ当たってるな。そう、言うべきことは言うタイプですね。じゃないと伝わらないじゃんって思っちゃってるし、うん、まあそれを言うことで変化がなかったとしても、すぐにはなかったとしても、後々あるかもしれないし、うん、誤解されたまま思われるのがすごい嫌だっていうのがあるんで、言うべきことは言うのはあります。はい、ということで、今回はお羊座喋ってみました。椎茸占い、ありがとうございます。面白いです。はい、今回の虹色音声はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。